するしない。どうも、ひなたいこです。今回も MJ さんまを打ちたいと思います。では行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本一曲、ドラは言いそう、プレイヤーはなんちゃです。プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。手が悪い、すごい良くない。国士無双を見ながら、ピンズの本一見ながらが今崩れてなくなったので、ちょっと普通に打つか。これで一歩前進、方針が定まってきましたよね。あんまり上がりに向かえそうにないですね、これは。 1,2,3,4,5,6,7,8,8 か。誰が一番最初に仕掛けるのか。残すか、これは。行きましょう。なんかあったらね、安全牌ちょっと残しときたいんで。場が静寂に包まれている。もうドラ出てきたよ。手持ちさん早くない？ドラ蹴るの早くない？4巡目だよね。まあ、キューピンが2人の現物で、これは先ほど切ったばかりの範囲。ナンはね、重なったけど、どうせ泣かないんで、かな。ヤンソー？じゃあ、酸素切ってるから、もういいかな。いや、ここら辺が見えてないんだよね。これが嫌なんだよね。ちょっと数々打っちゃおうかな。ひなた、これでリャンチャン点。ここから何を引いてくるか注目ですよね。あんまり前向きに進めていません。さあ、この範囲、ここはスルー。シャアは泣かないんだけど、ここで仕掛けていった。ハツが通ったね。ハツ合わせよう。まあ、ドラを切ったシモちゃんのピーチが飛んでこないの。ヒナタ、いいシャンテンだ。あがりまであと一息です。シャアとキューピンが安排。リャンソーも大丈夫そうですね。パーソテだし。切りながら。キューピンがないんでこう行こうかね。均衡を破るのは誰だ。あ、そう取るね。このまま静かに場が進行していくのか。ね、これはシャアがまだあるからリーチしちゃってもいい。リーチ、さあリーチだ。面前でね、ここまでの手に育つんだったらリーチ打ちますね。おお。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。ここはプレイヤーの現物を落とす。おしもちゃん、ポンだ。ポンだって。あと1回は。あ、ここに来て。いや、シャア、そこ。切ることはできるのか。ちょっと待って。チュンはなんかね、も誰か持って。あ、そうだよね。全員テンパイです。あ、なんかシャア、あんなとこでこんにちはするんだね。こんにちは、ありがとうございました。三人テンパイ。宝珠じゃなかった時よかったね。トン2曲、平和平和。ドラは急走、プレイヤーは親です。現在のトップは神茶です。トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。さあ、何から泣くかどうかよね。言いそうとか、とりあえず役配重なれって思いながらやっていこう。トンかペイか吐く。さあ、このここはスルー。飛びっちゃおう。ピンズは伸びないと見たのか。次のナンは泣きます。酸素入ってね、手が進んだし。ひなた、これで一歩前進。あら、ここからが腕の見せ所ですよね。今回ちょっと想像安くなりそうじゃない。ほら、ちょっとちょっと、ひなた、波が来ている。みんなあれじゃない、想像の形がいいですね。想像嫌い嫌いしてない。ここ、おー、嬉しい。これは印象から切ってもいいかな。ひなた、あっという間にいいシャンテンだからね。ハイパイとは狙い違いですよね。しかもさ、次の急走とか泣けるんじゃない。また切ってくれそうよね。さあ、ハクコンと切ってテンパイ。カネマンテンパイだ。早いよ、これは。高いし、はあ、アグレッシブにカンする。ひなた、ここでカンだ。今半数数えてなかったけど、しなくても十分高いけどね。
各社どのように打ち回していくのか。中層なら高め。リーチ。おっとここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。思いのほかあれだ。いや。突っ張っていった。突っ張っていくけど、あは感じない方が良かったかも。これは思わぬ失点。神茶幸先のいいスタートを切りました。ピンク赤、あ、よかった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 、サンキューサンキューサンキューで済んだ。トン3なかったね。レイ無駄にこう増やしちゃったら私のせいで満貫です。ここからどのような手になるのか注目ですよね。一体どんなドラマが待ち受けているのか。今回の手も微妙だね。まあ、でも自敗から来てこうか。方針が定まってきましたよね。連想が孤立敗。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。有利な町にしたいですよね。ました。両ピン使いたいな。ここは重なったよ。こうしようか。しもちゃん、ここは統一落とし。急走とね、両ピンの、いやいや、こっち先打つかな。急走とキャンピンのシャンポンテンパイは何は安牌ですか。取ります。リーチ打ちます。イーペーコーの変化、場は膠着状態だ。リーチ、あっとオヤリーが入った。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。これは華麗な打ち回し。先に嘘しとく。これは下茶の現物ですよね。さあ引いた。イペコがあってちょっとこれひなテンパった。ジャンピンとか引いた時に変えたいからちょっとリーチしたくないな。カンウーピン役割でね、どうにかやっていけるしね。場を制するのは一体誰なのか。あと問題はどこまで行くかよね。風装通った。ひなた上がりきることはできるのか。赤うそを切る。通りそうだけどな。勘するか。ひなたここで噛んだ。シンドラはトン。勝負に行くのかな。これも現物ですね。これね、満貫確定したんです。おっと下茶軽快なつも上がり。連チャンですよ連チャン。これはしょうがないかな。リーズモドラ、リーズモドラ、はい。いやーみんながね上がって加点してますね。ドラは9ピン、プレイヤーはシャーチャです。トン3続行。現在のトップは下茶です。まだまだトップも狙える位置ですよね。それでは対局の模様に注目しましょう。私泣きないですね今のところ。泣いてどうにかなる手じゃないですね今。ひなたこれで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。ドラキューピンでこの形、現在ラス目なんでね。ちょっと来ようか。 Q1 がもうないのか。重い空気のまま場が進行している。ピンズの伸びと微妙ですね。でもまあシャアは安牌ですか。どっちでもいいな。結局切ってきます。シャアも Q1 も。誰が一番最初に仕掛けるのか。リーチ。おっとここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。果たしてこれはね立ち向かいたくない。これは神茶の現物ですね。すごいすごい育たない限り。これ E1 E1 切っててどうにかなってるのであれば。戦うけど、それ以外はちょっと行きにくいな。リーチ、追っかけリーチ。おやりなんだね。注意が必要ですね。リーチだよもう。追いつくことができるのか。ちょっとそういう風になるならなんかよりだね。はつまられました。はつまられるとみんなで知らないね。まあ親のリーチを切りましたね。リーズモトン。乗った。満貫だ。フライチ大きいね。ラスだね。大変だね。ドラは数ピン、プレイヤーは軟茶です。現在のトップは軟茶です。ここは
トップ目からの直撃を狙いたいですね。これ果たしてこの曲を制することができるのか。すごいよく混ざってる。よくすごいこんな混ざるかね。日向これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。重ねましょう。それ以外に道はないよ。白が2枚清掃なんもないしな。間が静寂に包まれている。ちょっと手が悪すぎる。いやっとオヤリーが入った。オヤリー早いよ。注意が必要ですね。注意って何よ。どう注意するのよ土田さん。これは神茶の現物ですね。本当現物です。あ、初通った。シャアあんこになった。これは華麗な打ち回し。今日も通ってるからちょっと前向きにいける。いけないかな。いい。ああ。かけリーチ。ごめんなさい。行くのかな。果たして追いつくことができるのか。これは共通。さあ ここはスルー。トンはギリギリまで絞るかな。何もうちょっと降ります。ひなた降ります。落ち着いてます。本当に落ち着いてます。ひなた降ります。もう全然行きたくない。これは共通安全牌ですよね。あのお互い好きにやり合ってください。9ピンぐらい行ってもいい。さあ行くか。さすがに先行っても通った。ロン。おお9ピンダメじゃん。通ってないじゃん。思わぬ失点。レンチャンですよ。レンチャン。よし、チャンポンじゃないですか。親のレンチャン。打点はそんなに強烈ではなかったけど、まだだったね。パワーピンチェンミエは。ドラは数ピン、プレイヤーはなんちゃです。あ、なんちゃ。最初にプレイヤーのハイパイについてどう見ますか。トイトイ。速攻かな。トイトイ。早い順目でいけそうですね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。トイトイダブナン。つもぎりが続いてしまった。ドラを引くか。ああ間違った。ポンかと思った。さあポン。このハイパーひなたいきなり仕掛けていった、はい、これでリャンハン確定ですね。はい、これも3ピンかな。数ピン来たらねまた考えよう。ここはドラを引いた。これはちょっと残りたいな。ポン1でもいいんだもんな。各社相手の出方を伺っているのか。数増2枚目、ハツが1枚、チーピンはいらない。安くなっちゃう。ローピンもいらないかな。雲行きが怪しくなってしまったか。チーピンいらない。あ、でも縦重なりは欲しかったかな。手2枚。場に緊張感が漂っている。安牌ですね、もうペイが。チュン残すか。誰か持ってるんだろうな、こういう順目の順は。息を呑む攻防が続いている。ジャンピーン。つもぎり続いてるね。私もそうだけど親も怖いな。このまま静かに場が進行していくのか。怖いな。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。いや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 ひな、これで一歩前進。いやいやい。ほら、なんかほら、だってチュンとかさ、危ないと思ってさ。チュンは安牌ですか。ちゃんとそうやってシャーチャさんも打ってるんでしょ。あかんよ。ちょっとトラチュン切って嘘を切るかどうかだけちょっと考えよ。フーピン今チーピンが最後手出しでしょ。ポンしたらテンパイ。ポンポン。ひなたひなたテンパった。あら間に合っちゃった。ダブナン赤一電極。誰も上がれない。プレイヤーの一人テンパイです。いやー、ちょっとなんか思い描いた未来とは違いましたけど、ドラは急走、プレイヤーは親です。ありがたいやと思いましょう。
現在のトップはタミちゃん。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。Why？ここはドラを引いた日向、これで一歩前進。ピンズの形がいいですね。発想来ない限り想像は切ってやろうと思います。あーでもチーソー統一か。ファースト2枚目ドラ1回さよならするかもな。日向手が進んだ、方針が定まってきましたよね。逆配がね来てくれた方がまだいいのかな。枚数で日向波が来ている。やっぱりね、できればドラ使いたい。ここから何を引いてくるか注目ですよね。なんてたって打点がないからね。日向あっという間にすごいパーピン、ハイパイとはえらい違いですよね。2ピン3ピン来てくれれば一通ですよ。パーソーないからもう急走切っちゃうか。おっとここでリーチ。何これ果たして追いつくことができるのか。なんか不吉、これはシモちゃんの現物ですよね。すごい不吉。突っ張っていった、ごめんなさい。ああごめんなさい、怖いよ。ちょっと待って、何これ、リーチでしょ。もうかけよう、勝負リーチです。追っかけリーチ、なんかありそうな気がしますよね。いやなんか不吉な出来事が起きそうな。あーやご4本移動だ。神ちゃんこれは思わぬ失点、はい、まあうまく打たれてしまいました。3ピンいっぱい持ってらっしゃる。リーズもドラ、あ違う、あリーズもじゃない、リーチドラか。あこれはまだ終わりだよ。あ待って、終わり、この次がオーラスでしょ。ドラはペイ、プレイヤーはシャチャです。これはまだ未来があるんじゃない。この試合もいよいよオーラスを迎えています。ひなた最後に見せ場を作ってほしいですね。ざっくりしたことしか言ってくれない、条件とか言ってくれない。ツッチ見せ場作れどうこうの前にマクロ手順どうこう言ってくれよ。ここはスルー、これタンヤオン系に持っていきましょう。ひなた早くもリアンチャン点。ここからが腕の見せ所ですよね。マンカン作ればね、初はギリギリまで絞るのかな。1、1、8差だから親と。おおいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。あっという間にいいシャンテンだ。ストレートに引けるかな。トップは厳しいかな。221神ちゃん捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。さあ引いたリーチ、リーチ、さあリーチだ。選ぶねこれね。スッチーソーで数層がなくてチーソーがあと4枚あるかなーみたいな、ないなーみたいな。これね、神ちゃんから上がってもね嬉しくないんだよな。神ちゃん慎重に打っている。あカミちゃん、オタカゼのトンを投げる。シモちゃん、あなんかアグレッシブでらっしゃる。ヒナタ、なかなか上がることができない。シモちゃんさんから出るなら無条件で大丈夫なの。息を飲む攻防が続いている。積もっても大丈夫。でも、カミちゃんさんからロー、シモちゃん、これ見事、はあ、もう何も言うことなし。これどうなっちゃうんだろう。お見事、はい、さあ8000点取ってたからこれで2着ですね。ラスから2着になって終了。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけで今回は2着だったので回せるのは3回、羽まんもないからね、3回でできれば1個ぐらい開けたいところ行きたいと思います。1、2、3、はい行きます。1個目、7ないよね。2個目、39ないよね。3つ目、お願いします、40ないよね。というわけでゼロ。こんな日もあるよ。いや今までができすぎたんだよ。あれで調子に乗っちゃいけないだよ。これが現実だよ、普通普通。というわけで自分を励ましていきたいと思います。あでもラスじゃなくてね、よかったね。もうちょっとラスでしたね。次からまた4マかなやろうと思います。
では皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。バイバーイ